はい、皆さんお疲れ様です。 SJ です。本日もよろしくお願いします。これを聞いてくれた方はチャンネル登録の方をぜひよろしくお願いします。それでは始めましょう。はい、それでは始めましょう。はい、本日はこれみんなが気になるニュースの情報が少しだけ出ましたね。これは、ね、ネット内で見つけただけの情報なんですけど、WBA チャンピオンの井岡一人選手とパン・フランシスコ・エストラーダ、まあ、絶対王者のエストラーダ、はい、この統一戦が今どうなっているのか、はい、ここがまあ少しだけネット内で情報が出ておりますね。まあこの二人、まあ、ずっと交渉していると言われてるんですよね。ずっと交渉中。そして交渉の行方なんですけど、まあ、これがですね、エストラーダは、まあ、メキシコ開催を望んでるんですよね。まあ、それに対して井岡陣営は日本かアメリカと言ってるんですね。そしてここがどうなっているかで、現在のところ、まあ、日本かアメリカで開催すると交渉が進んでいるようです。これはマッチルームですね。プロモーターがマッチルーム中心に進めているようですね。なのでこれおそらくね、これ試合決まりますよ。自分の予想だとアメリカ開催なのではないでしょうか。エストラーダっていうのはもうメキシコのスター選手なんですよ。メキシコ在住のボクシング関係者に聞いたところ、まあ、エストラーダはもう国民的英雄らしいんですよね。そこでね、アメリカ開催でも十分集客が見込めますね。まあそれっていうのはアメリカにはメキシコ系アメリカ人がまあ4000万人以上いるんで、まあ特にね、まあテキサスなど、まあメキシコ国境近くのアメリカではもう全然、まあエストラーダが試合やれば、もう試合会場満員にできるそうですね。まあこの間の、まあナバレッテとオスカル・バルデスもまあすごい盛り上がってましたよね。まああんなようにもうエストラーダも、まあオスカル・バルデスと同じぐらいスター性を持ってるらしいんですよね、メキシコでは。なのでこれアメリカ開催になるのではないでしょうか。井岡選手もアメリカ開催を望んでおりますよね。まあ、ただ井岡選手はアベマ TV というのがあるんで、ここがどうなるかですよね。マッチルームとなると、うん、通常はダゾンですよね、放送が。まあ、日本でもダゾンは見れます。だがもしかしたら今回これがやるとしたら、日本ではアベマ TV、 まあアメリカではまあダゾンという形になるのではないでしょうか。このあたりですよね。あと試合時間ですよね。これ試合時間はまあアメリカでやるとしたら、まあ土曜の夜に、これがですね、まあちょうどいい時間なんですよ。日本だと、まあ日曜の昼間なんで、まあ全然これありなんですよ。逆に日本で、まあ夜やると、アメリカだともう早朝なんですよね。なのでこれはちょっとね、あんまりじゃないでしょうか。まあエストラーダというのはね、まあ軽量級では、まあ数字持ってますよね、本当にアメリカでも。なのでこれ、おそらくアメリカ開催になるのではないでしょうか。と自分は思っております。そしてこれなんか来週またオンラインで、まあ、交渉最終交渉でしょうか、行うらしいんで、来週で結構決まってきそうですよね。まあ、これねちょっと楽しみにしたいと思います。はい、そしてもう一つニュースが出ましたね。自分のまあちょっと前の動画で、まあ亀田智樹選手、亀田フェザー級に新しく加わった亀田智樹選手が、まあ誰と戦うのか。まあこれ自分の願望として、まあ堤隼人選手、姿勢地味の堤隼人選手で最高ファイトの興行で10月7日行うのではないかと。はい、自分はね、予想というかこれはもう願望ですね。もうやってくれとね。まあこういう感じなんですけど、どうやらね、堤隼人選手ね、試合決まりましたね。これがですよ、なんとなんとなんとですよ、堤隼人選手、25日に、都内のジムで記者会見を開き、事件を発表しましたね。堤選手はなんとですよ、なんと10月13日金曜日、いやー7日最高ファイトじゃなかったか。これが10月13日の金曜日に後楽園ホールで開催されるライフタイムボクシングファイト17のメインイベントで、なんとフェザー級10回戦、相手がドミニカの同級5位ルイス・マンション・ベンチャーラと対戦することが決まりました。いや、誰だよ、これ。はい。まあ、堤選手ね、ちょっと、友樹選手とね、残念ながら決まりませんでした。これ、日にちも近いんですよね。堤選手が10月13日ですよ。最高ファイトが10月7日ですよ。
いやーマジか、残念ですね。しかも堤隼人選手は対戦相手がまあこれかませんじですね。これ何ですか、堤隼人選手 KO が出てないからちょっとここでなんて言うんですか、その KO させるという意味ですか、それ堤隼人選手の名前を挙げる意味で今回かませんじとやるんでしょうか。まあただね、堤隼人選手は初のね中南米の選手と対決となっておりますね。これでまあただノンタイトルで、まあまあなんて言うんですか、まあとにかくカマセイヌなんで、うん、これどういう意図でこの相手なのかよくわかりませんが、まあここはねしっかりと勝たなきゃいけない試合でしょう。いやー亀田選手と決まらなかったか、となるとですよ、亀田智樹選手の相手は一体誰になるのか、これはねちょっとね、うん、まあランキング上位の選手とやってほしいですよね。亀田智樹選手元世界チャンピオンですよ。俺ね今更ね17位とか無名の選手とはねやってほしくないですね。もうまあフェザー級の調整試合ももう2試合やってるんで、まあ1試合は56キロ契約だったんですけど、もうフェザー級でカマセイヌとまあ2人とやってるんで、まあ今回はもう強い選手とやってほしいですね。誰とやるんでしょうか。日本人でも全然ありですよ。いやーどうなるんでしょうか。そしてかまあ亀田智樹選手は10月7日の最高ファイトの興行に出るので、まあ、発表そろそろというかもう今週来週あるんだと思いますよ。これねちょっと楽しみにしておきましょうか。はい、まあ、こういったところですね。まあエストラーダと井岡がまあ交渉大詰めですね。まあ決裂してないということはいい方向で向かっていると思っております。まあそして来週オンラインでまあ、リモートでやるらしいんで、そこで大体決まると思います。もうこれほとんど決まってるんじゃないですかね。あと、場所ですよね。おそらくアメリカになるんじゃないでしょうか。はい。まあ、そして、堤隼人選手はカマセイヌと試合か。まあ、しょうがないですね。どういう経緯でこうなったかわかりませんが、はい。まあ、これ、次、亀田智樹選手も勝って、堤隼人選手が勝ったら、まあ、ぶつかりましょうか。はい。この辺ね、よろしくお願いします。マッチメイクの方。はい。ということで、本日はここまでとなります。これを聞いてくれた方は、チャンネル登録、あと Twitter、Instagram のフォローもよろしくお願いします。以上です。ありがとうございました。